芹沢公園、芝生広場芹沢公園、ローラースベリ台芹沢公園、高座海軍交渉地下後後芹沢公園は、神奈川県ザマ市に位置する都市公園である。1985年に建設計画が立てられ、2017年3月30日に全面開園した。ザマの美味しい水の水源地として、ザマ八景に選ばれ、神奈川の公園50選にも選定されている。 野党の地形を生かした自然豊かな公園で以下の区画からなる。休憩所は利用時間の制限ありザマ市の水道水の約86%が地下水で、セリザワ公園が水源地の一つとなっている。また、地下水100%使用のアルミボトル缶、ザマ水が販売されており、管理棟と南管理棟の前にそれぞれ自動販売機が設置されている。ザマ市、エビナ市、 山都市にまたがる地域にあった、高座海軍交渉の地下号の跡が公園内に残されている。芝生広場の下にに、網田くじ場に掘られ、局地戦闘機、雷電の部品製造のための工場等が置かれていた地下号は、総延長 1.5km に及ぶ。現在一般公開はされていないが、いくつかの入り口から中を覗くことができる。明かりが灯され、戦闘機の模型が置かれている。 地下語もある。入り口付近には座間市教育委員会による説明板が設置されている。口座海軍交渉で働いていた台湾少年校のための検証費が管理棟近くの丘の上に建てられている。台湾少年校来日75年を記念して元少年校22人とその家族らが出席して2018年10月20日に除幕式が行われた。検証費の横には ザマ市教育委員会による説明版が設置されている。多くの台湾少年校たちがここで働いていた頃、東京帝国大学の学生であった三島幸夫が勤労動員されており、自伝的小説、仮面の告白で次のように描いている。海軍交渉の生活は呑気だった。私は図書館係と穴掘り作業に従事していた。部品工場を疎開するための大きな 横穴号を台湾人の少年校たちと一緒に掘るのであった。この十二三歳の小悪魔どもは私にとって、この上ないともだった。彼らは私に台湾語を教え、私は彼らにおとぎ話を聞かせてやった。彼らは台湾の神が自分たちの生命を空襲から守り、いつかは無事に故国へ送り返してくれるものと確信していた。彼らの食欲は不倫の息に達していた。 すばしこい一人が、クリア当番の目をかすめさらってきた米と野菜は、たっぷり注がれた、機械湯で炒められて、後半になった。歯車の味がしそうなこのごちそうを、私は辞退した。仮面の告白、電車、バス、小田急愛部ブ前駅より、相模屋駅北口行き管那中バス、栗原小学校下車徒歩護分相模鉄道相模屋。 駅北口より、愛部台ダ駅全駅駅間な中バス、栗原小学校下車と保護分、座間市、コミュニティバス、D 東原、ひばりが丘南コース、芹沢公園下車と保冷分、自動車、国道246号、東原4丁目交差点を北上し、一つ目の信号を左折、北、71台東、81台西、15台南、8台いずれも、 無料北と東は利用時間の制限あり西と南はアクセス道路が狭いので要注意北駐車場内7台北駐車場横40台程度東駐車場横30台程度北駐車場と東駐車場のほぼ中間の道路沿い20台程度西駐車場横20台程度ありがとうございます